どうも、ハルカットです。皆さんポケモンのゲームはやっていますか？面白いですよね。そこで今回は勘違いされてるポケモンたちについて話していきたいと思います。では関係ないけど、みんな冬休みは何してますか？やっぱりコロナがやばいからみんなお家でゆっくりしてんのかな？これからも僕の YouTube 見てください。というわけで、ことの最後まで聞いててください。いろいろ勘違いされてるポケモンたちをまとめてみた。まずはキセルグマ、サンドムーンから登場しているポケモンです。見かけによらず凶暴で、抱きつかれると骨が砕けるほど力が強いポケモンです。そんなキセルグマの口はここ。口でかくない？怖い怖い。普通だとクマの口は白い部分の中に書かれるんですけど、キテルグマは意外な位置にありましたね。次はオトスパス、ソーラー&シーローが登場しているポケモンです。これも口の場所が意外だったんですが、こちら普通に怖い。なんか口の位置そこじゃない気がするし、口の角度怖いよね。ちなみにジュラルロンっていうポケモンも口が変なんですけど、こちら、いやそこ開くんかい、パカって開きすぎじゃない。次はエビバラ、初代赤緑から登場しているポケモンです。ボクサーがモデルのポケモンです。勘違いされていた初代のグラフィックがこちら。パンチをしている姿を正面から見たようなデザインなんですが、一部の人からはケツを向けてる変なポケモンだと思われていました。まあ確かに言われてみれば見えなくもない。次はガラルマタドガス、ソーラーのシーローが登場しているポケモンで、マタドガスのガラルの姿です。上から出ている煙、毒ガスポケモンだから一見汚いのかなと思うじゃないですか。実はこれめちゃくちゃ綺麗な空気なんです。図鑑によると、汚い空気の成分を吸収し綺麗な空気を吐き出しているということで、実は環境にめちゃくちゃ優しいポケモンだったんですね。見た目で判断したらいけません。最後はたまたま初代赤緑から登場しているポケモンです。左上に割れているのいるじゃないですか。これ顔ないのかなと思うんですが、後ろから見るとこちら頭割れてるやつが一人だけ後ろ向いてた。何？省かれてんの？一人だけ協調性ない。とまあこんな感じで勘違いされてるポケモンたちについてでした。ちょっとでもこの動画を知ると、チャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。